今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日の朝は、笠間ではマイナス5度という気温でとっても寒い朝でした。でワゴン車で子供たちをお迎えに行ったんですが、子供たちは朝乗ってくるときはとっても元気な声でおはようございますと、ね、元気に声をかけて乗ってきてくれました。子供たち、あとは半ズボンで乗ってくる子供もいて、すごい元気でした。で次のお友達を乗せにまた乗っていったんですが、次のお友達が乗ってくる時に、乗ってくるお友達にも誰々ちゃんおはようっていうのを中から声をかける姿が見られました。またそのお友達のお家の方にもおはようございますって中からすごい元気に声をかけるので、そういう様子を見てとても嬉しくなりました。魔法の呪文を使って魔法の修行をしている様子が見られてとっても嬉しかったです。また幼稚園にワゴン車の運転が終わって帰ってきたところ、年長さんや年中さんから、この間はキッズありがとう、キッズ楽しかったよとか、1月のキッズはいつ、楽しみにしてるね、何日っていう声をかけてもらえてとっても嬉しくなりました。それからもう一つ、今日はつぼみさんの配膳に行きました。配膳をしているとトコトコトコって一人の男の子が来て、私の太ももですか、足にペタってくっついて離れなくなったんです。であれって思いながらもそのまま配膳していると、一芸先生が来てこう一生懸命剥がそうとするんですが、剥がれなくて、どうしたのって声をかけると、上を向いてニコって笑ってチュキって言ってくれたんですね。そういうことがあって、心の中がほんわりあったかくなりました。とっても楽しい幸せな一日を過ごすことができました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。それでは今から私の今日のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日つぼみさんはお部屋で自由に遊んだんですけれど、2ヶ月くらい前までは一人で遊ぶ子が多いなって思ってたんですね。でも今日自由に遊んでいると、やっぱり数人の子と遊んでる子が見られて、おもちゃの取り合いも前はあったんですけれど、今日はお友達が積み木で作ったなんかブルドーザーとかそういうのをなんか見て、すごいとお友達に言ってる姿が見られて、なんかすごい成長を感じて嬉しくなりました。またお給食の時に今日は人参が出たんですね。である男の子がすごい人参が今まで嫌いで、人参残ってるよ食べないのって言うと、その一言だけでもう涙ぐんでたんですけれど、今日すごいちっちゃく1センチにも満たないくらいに小さくしてちょっとあげてみたら食べたんです。もうその食べてくれたっていうのが嬉しかったのもあるんですけれど、本人が食べたって言ってすごいなんか嬉しそうにしてくれてて、私もすごく嬉しくなりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイント発表させていただきます。今日のというよりですね、もう全体になると思うんですが、今日は2学期の終業式がありまして、2学期全体といいますかですね、今年1年ちょっと振り返ってたんですけど、本当にね、今年はいいことばっかりがたくさんあった1年だったと思います。おかげさまで、今ね、保育士不足、幼稚園の先生不足で困ってるところ多いんですけれども、元々幼稚園にはいっぱい応募の人が来てくれましたし、援助募集の点でも本当にたくさんの方に評価していただいて、人を集めることができていると思います。先生たちもね、もう順調にいろんなことができていて、子どもたちも今日も終業式のところ、私の話のところの動画もちょっと出てますので聞いていただければいいんですけれども、本当に受け答えとかですね、そういうのが素直で、きちっとしていてですね、ああ本当に成長したなっていうのを感じられました。そういうのはいろんなものが積み重なって、もう友部幼稚園がいい波に乗ってきてるなっていうのをつくづく感じた今日一日でした。それもね、皆さんのおかげだと思っています。また今年度はね、今日で終わりますが、まだまだ友部幼稚園はね、終わるわけじゃないですから、もちろんね、続きますので、これからもよろしくお願いしたいと思います。
以上が私のハッピーポイントです。ありがとうございました。